Grow your business.Transform your l i f e アパ p オ e を一緒にポッドキャスト。上ブログ思考。はい、こんにちはポロです。今日はですね、淘汰され消えゆくコンテンツというテーマでお話していきます。 このコンテンツ販売をやっていくときにですね、考えるべきことはですね、そもそもコンテンツって何なのかってことをですね、考える必要があって、おそらくですけど、多くの人はコンテンツイコール情報みたいな風に考えてると思うんですけど、僕はこの定義は正しいと思っていなくて、まあ、人によってね、まあ、いろんなこう、定義はあるんですけど、とある専門家はですね、コンテンツイコールコミュニケーションだよっていう風に言ってたわけですね。だからコミュニケーションになってないコンテンツっていうのはもうコンテンツではないわけですよ。ただの情報の塊みたいなものになるわけですね。 で、これからの時代っていうのは、こういう、ま、単なる情報の寄せ集めみたいなものっていうのは、もう価値がないんですね。それこそ AI が出てきて、AI を使えば誰でも簡単にね、調べることができるっていう情報になったら、わざわざそういうコンテンツを見たり買ったりね、する必要もないわけなので、もう AI 使えばいいじゃんっていうふうになるわけですね。だから、こういう単なる情報の寄せ集めみたいなものっていうのは、もうこれからの時代っていうのはね、当然生き残っていけない、淘汰されるっていうふうになるわけですけど、 そもそもコンテンツって何なのかってことをね、今一度考えてみてほしいんですけど、僕はコンテンツってもう自分自身だと思うんですよ。自分を表現する。自分の持っている知識、スキル、経験、そういったものを形にして、それを自分らしく表現して必要な人に届けていく。これがコンテンツだと思うんですね。だからそこにその自分の色が大いに反映されてるわけですよ。単なる情報の寄せ集めっていうのは、 そこに自分の色ってのは一切反映されてないですね。例えば学校の教科書とか辞書とか、そういったものって作り手の個性って反映されてないわけじゃないですか。だから何のその人間らしさみたいなものも感じないし、その人の個性とかね、そういったものも全然、まあ、感じることができないと。なるわけですね。だからそういったものって別に他にいくらでもあるからいいやってなるわけですよ。絶対この辞書じゃダメとかね。この辞書が大好きでたまらないとかって、まあそういう人は少ないと思うんですね。だからそういったものっていうのはもう、 AI に淘汰されるのは間違いないですし。で、コンテンツを作るときにですね、やっぱりこの、コンテンツイコール情報みたいな風に考えてる人が多いからかもしれないですけど、なんかこう色々、いろいろ、いろんなところからね、情報を拾ってきて集めてそれガシャンってくっつけろみたいなね、風に教えてる人もいるみたいですけど、まあ、さっきも言ったみたいにそういうものっていうのはね、もはやもう価値がないんで、意味がないですし、それはさっきも言ったみたいにコンテンツじゃないんですよ。で、コンテンツってね、こう、 どういうものが価値がなくて、どういうものが価値があるのかってね。これまあ順番というか決まっていて、情報、知識、経験なんですね。情報、知識、経験。これ大なりのこう、小なりですかね、こう、の記号がついていて、情報よりも知識、知識よりも経験ってことなんですよ。だから一番価値のないコンテンツっていうのは単なる情報の寄せ集め。例えば僕とかが、 なんでしょうね。じゃあ、何でもいいですけど、じゃあ、例えば、ダイエットのコンテンツを作るときに、一切ダイエットの知識も何もないわけです。経験もないし、まあ、当然情熱もないわけですけど、で、そういったものをですね。まあ、ダイエットのコンテンツを作れと言われたら、作れなくはないと思います。適当にネットを調べたりとか、ちょこちょこっと本を読んだりして、そこに書いてあることを、そのままね、何かまとめて本とかにすればですね、作れないことはないと思いますね。でも、それって単なる情報の寄せ集めであり、自分自身が深く理解してないわけです。単なる情報だから。 で、次の知識っていうのは、頭では分かってもね。頭では分かっても。さっきの情報っていうのは自分で理解しなくても作れるわけですよ。ただ、情報を集めてきて、それを並べるだけだから、理解しなくても作れるんですね。でも、それをじゃあ自分の言葉で説明してくださいって言われたら、できないんですよ。なぜなら、その、知識として理解してないから。で、次の段階が知識なんですね。で、知識ありますと。ね、えー、いうものあると思うんですね。 ただ、これだけではあんまり価値が高くなくて、知識があるけど、体験が伴わないものっていうものもあるんですよ。例えば、何かこう、勉強したことはあるけど、自分は実践したことがないみたいな。ある程度それは知ってるけども、実際に自分はやったことがないみたいなことってありますよね。で、これは知識があるけど、体験が伴ってない状態です。だから頭では理解してるけども、それをやったことがないみたいな。これでもコンテンツは作れるんですよ。知識はあるから。だけど、実体験が伴ってないから、当然価値は出ないわけですね。 しかも、この情報と知識っていうところの寄せ集めの場合っていうのは、あんまり自分の個性とかね、色とか、独自性みたいなものが出しづらいわけですよ。単なる知識とか、情報の塊なので。で、何が一番価値があるかっていうと、体験なわけですね。自分が今まで人生を通してやってきた体験、それを通してそれをデジタルコンテンツにすることによって、そこに自分の色とか個性とかね、まあ強みとか、 独自性みたいなものが反映されるわけです。で、その経験に基づいて、やっぱり人間一人一人ね、違う人生を歩んできてるし、何が正解かって人それぞれ違うわけですね。だからこそ自分にしか伝えられないものもあるわけですよ。仮に僕とあなたが同じね、テーマでコンテンツを作って同じ情報量を持っていても、作り方も違うしね、それはどう表現するのかっても違うし、バックグラウンドも違うわけなんで、僕のやつは買わないけどあなたのやつは買うみたいなこともあるわけですね。 だからそれがコンテンツなんですよ、ね。自分らしさ。自分をそのまま表現するみたいなことですよね。だか分かりやすく言うと、例えば YouTube、YouTuber とかで、なんかこう、企画あるじゃないですか。なんちゃら企画みたいな。例えば,例えばメントスコーラとかね。昔ありましたけど、ああいうのも、やる人によってそれはどう表現するのかって違うと思うんですね。で、そこに、この人な面白いけど、この人は面白くないとかね。あるいはその、その人がやるから面白いとか。この人がやったら面白くないとかね。あると思うんですよ。それはその人のバックグラウンドとか。まあ、コンテンツとかコンテクストとかね。 っていうところにまあ近い部分はあるんですけど、そういった形で、ね、その人にしか表現できないものとか、その人だから買うみたいなところがあるわけですね。で、そこに価値があるわけですよ。この人の教え方はなんか自分に合わないなとかね、この人の考え方は自分とちょっと違うなとかってあると思うんですよ。この人は確かに成功してるかもしれないけど、この人の価値観にはちょっと共感できないとかってあるとしたら、ね、そういうものじゃないものを提供してる人がね、いた方がいいわけですね。 だから、コンテンツっていうのはそういうものなんですよ。ただの情報の寄せ集めで、誰から聞いても同じものではなくて、人それぞれ違うものが作れるで。そこに合う合わないってね、人それぞれ、やっぱ今多様性の時代ですから、ニーズとかもね、相性とかもそれぞれ人それぞれバラバラなんで、だから自分がそこにね、作る意味みたいなものはあるわけですよ。全員が全員ね、で僕から商品買うかって、そういうわけじゃないと思うんですね。あの人のやつは合わないとかね、考え方が合わないとか、なか個人的に嫌いとかそういうのもあるのかもしれないですけど、 ね、だからそういったものがコンテンツになるわけだって、それって知識とか情報だけだと差別化がしづらいわけですよ。ほぼほぼ一緒だから、その知識とか情報って被っちゃうわけですよ。そこに体験ですね。要するにまあ自分自身っていう人、その自分の人生とか、そういったものを乗っけることによって、すごくまあ個性的なものになるわけですね。オリジナリティのあるものになっていくと。でそういったものだけが今後は生き残っていくんですね。 だから AI では作れないというか、そこに人間らしさが表現されていたりとかね。例えばそこにこう、熱がこもってるとかってそうですよ。自分はこういう思いを持っていて、やってるっていう、そのパッションみたいなものっていうのはね、このコンテンツの中からも伝わると思うんですよ。例えば今回のこのエピソードなんかも AI に機械音声でね、読み込ませることもできると思うんですけど、そこまでじゃあ、思いを込めてね。 発信できるかで多分できないんですよ。情報としてそれをただ伝えるだけだったら機械音声でもできるけども、そこに込められた思いとかっていうのはね、やっぱ人間がこうやって直接吹き込むからこそ価値があるわけだって。で聞いてる人たちも必ずしもただ情報が聞きたいから聞いてるだけじゃなくて、その発信者のね、ま、人間性とかそういったものも全部含めてこの人から聞くっていうふうにね、決めてるわけなんで、まあそれはこう自分にしか表現できないわけですよ。自分と同じ人間っていうのは地球上にね、もう一人いるわけじゃないので、自分しかいないわけですね。 ってなると自分にしか表現できないものがあるわけですよ。で、それを届けていけばいいんですね。だけど、やっぱり多くの人はコンテンツイコール情報みたいな風に考えてしまってるんで、ね、単なる情報の寄せ集めみたいな。しかもひどい人だと全くやったこともない。全く知らないもののコンテンツを作ろうとするわけですね。儲かるからっていう理由で AI とかね。例えば僕がダイエットとかね。ダイエットでなんかこうコンテンツを作るみたいな。全く知らないし、全く知識ないし、やったこともない。けど、 ね、AI とか外虫とかに作らせるみたいな。だからそれはもうもはやコンテンツではないんですね。他そういうのは情報商材だとは思いますよ。情報の寄せ集めは情報商材だとから。だけど、そこには全然その作り手のね、思いみたいなものとか人間らしさとかね、個性とか、オリジナリティみたいなものは全然反映されてないので、その人から買う必要性ってものがないわけですね。であれば、まあ選ばれる理由がないので、同じような商品が他にあればそっちを買われてしまうし、自分を好きになってもらうこともおそらく難しいと思うね。その人の考えとかって、 反映されてないですね。教科書読んで、この教科書書いた人大好きってならないじゃないですか。それと同じような感じになると思うんですね。だから今後淘汰されていくコンテンツっていうのは、単なるこの情報の寄せ集めとか、実体験の伴わないただの知識みたいなね。やったことないけど、なんとなく知ってるだけみたいなもの。っていうのはもう価値がなくなってくると思う。ね。そこにこう実体験が伴うから、自分が実際にいろいろトライアンエラーを繰り返して、やった中で、自分なりのノウハウをまとめるからこそ、それが価値があるわけです。 で、そのノウハウがもちろん合わない人もいるけども合う人もいるんですよ。だから自信を持ってそれは、ね、コンテンツにして販売していけばいいんですね。自分のノウハウってこう、世界出なかったらどうしようと思うかもしれないけど、自分がやってそれがいいと思うんだったら、ね、それが合うっていう人も必ずいるんで、それをこう、ただ形にして届けていくと。ね、他人の情報を集めてただくっつけただけみたいなものよりは全然価値があるんで。で、今後はそういったものだけが生き残っていくんで、そこの辺だけね、ちょっとまあ気をつけてもらえればと思います。